サイド変えてきますね。アルビーニョスがサイドを変えて広瀬です。ここから一気にスピードアップ、中に入った、さあ持ち出してシュート、先制は徳島ヴォルティス。前川見事なチップキック、完璧に崩しましたね。ですね、序盤から何度も見えたそのボールサイドに食いついてくる町田の守備において、カルリーノスのサイドチェンジが局面を本当に変えましたよね、はい、今シーズン初ゴールになります前川タイガー。で逆サイド、右サイドで受けた広瀬自体もよく見えてましたよ。でこの時にも中でも動き出している。でディフェンスがまたボールサイドに寄ったところ真ん中がスポット空いてしまいました。はい、スリッピーなコンディションの中でこのファーストタッチ2タッチ目と見事でしたね、フィニッシュも落ち着いていました。